はい、今回はストロークについてやっていきます。以前小島コーチに出演してもらって、まあ、小島コーチはね試合にも出てるコーチになりますが、まあ、試合の中でずっと調子がいいっていうわけはねないと思います。あ、ちょっとなんかストロークがうまく入らないなとかっていう時がねあると思います。その時にどうしてるかっていうことについて話していきたいと思います。小島コーチお願いします。このチャンネルでは毎週テニスコーチがテニスに関する動画を公開してます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今日も始めました、気ままにテニス道場の林です。まあ、今回は小島コーチとストロークについてやっていきます。で、小島コーチ、まあ、僕もそうですが、まあ、ストローク調子がいい時、はい、と、あ、なんかちょっとうまくいかないなっていう時がね多分出ると思います。まあ、状況によっても変わってくると思いますが、まず、まあ、皆さん小島コーチはまずストロークをね見てもらいましょう。まあ、今小島コーチにストローク打ってもらいましたが、まあ、今はね球出しだし、まあ、何のプレッシャーもなくポイントもかかってなくっていう状態なので、はい、多分すごく気持ちよく打ててると思います。ですよね。そうですね、特に、はい、まあ、ミスしてもなぐらいのあんま良くはないですけどね、練習から。はい、まあ、とりあえずこの動画を撮る前に、まあ、小島コーチとね、まあ、打ち合わせはしますがで、実際話してて、まあ、試合でミスが出てくると、まあ、どうなりやすいかっていうところを話した時に、やっぱいい時はしっかりとスイングができるんですよね。だけどミスが増えてくるとミスをしたくないからどうしてもある動作になってきやすい。まあ、やってるとミスが怖くなるとよくあるのはラケットがだんだん振れなくなってしまうんですよね。ミスが怖いからミスをしないように面でしっかりと合わせて言えようっていう感じに、ね、なってきて、だんだんラケットが振れなくなってきてしまって、下手するともうこんなもう怖くて開けるだけとかっていうこともね、試合よく、まあ、学生の試合とか見てるとね、はい、よくあったりしますが、だけどやっぱ上手い人ほどやっぱミスが増えてくると絶対にスイングをしっかりするように心がけてるんですよね。で、スイングをしていくときに今までとちょっと何かを変えながらね、そのスイングをしっかりとはしていくわけだと思いますが、小島コーチはどんな感じなところを意識してスイングをしていきますか？まあ、一番大前提として、シングルスの時、まあ、ダブルスもそうですけど、ちょっとなんか入らないなと思ったら少しだけ時間作るために後ろ下がります。あ、そうですね、まず一番最初ですね、そのスイング動向の前に時間がちょっと欲しくなるので下がるかなっていうところですかね。まあ、そうですね、まあ、その、まあ、自分がミスをしてるっていうところに対して、まあ、いろんな原因はあると思いますが、その触れる余裕がなかったり、そうですね、棒に入れる余裕がなかったりっていうところがあるから、立ち位置っていうところを、まあ、普段プレー中に小島コーチがもしこの辺りでストロークの打ち合いをしてるとしたら、あ、ちょっとミスが増えてきたら、ちょっと思ったよりかは後ろに下がって、で、時間を作ることによって、相手から飛んでくるボールに対してね、余裕ができるので、
その余裕がある分、しっかりとスイングができるようになってくる。これがもし、前の方で、うん。まあ、よくあるのは、まあ、そのあたりに立ってて、相手がいいボールを打ってる。まあ、いいボールを打ってるから、ミスをしないように入れようとしちゃうので、結構こういうとこで、面を作って合わせるような感覚にね、結構なりやすいと思います。で、ここでやっぱ触れなくて合わせるよりかは、今の方でも映ってるかな。距離感的に。まあいいや、とりあえずこれ見てもらえますが、ここにベースに弾んだとしても、ここにいれば絶対にベースライン近くに弾んだとしても、時間的なゆとりがあるので、スイングをしていくことができる余裕がね、できるっていう。ここも一つ手ですね。そうですね。まあ結構もう、立ち位置変えずに、ここでなんとかしようってなっちゃうと、ちょっと大変ですね。結局余裕がないから、逆に、まあ人によってはもうコンパクトにして合わせたりもするかもしれないですけど、そうすると、相手に読まれやすかったり、パワーが出せなかったりっていうところがあるので、それだったらしっかりと下がって、時間を作ってあげるっていうところも、一つ、自分がしっかりと振るためのポイントにはなっていきますね。他は何かありますか？立ち位置の他に。基本的に、前で強く振ろうとするっていうイメージよりは、上に振るっていうのがどこですか？ああ、上に振っていく。上に振っていく。まあ、今までが多分、まあ、よくレッスンでも、よし、玉足ちょっとやりますよってなると、多分気持ちよく打ちたいってなると、こういうのが、こう、前に振っていくようなことは多いと思うんですよね。それでやっぱ、ネットミスが出たりとかっていうところ、安定してればいいけど、やっぱ、うまく振れないとうまく引っかかんなかったりしてコントロールが効かなかったりする部分もあると思うので、まあそういう時にまあちょっと自分の中で軌道の高さを出すような感じで、こういう感じで少し思ったよりもちょっと上げるよっていうイメージのところでやっていければいいかなとは思いますね。まあ、そうするとネットミスも減ってくるし、で高さを出してる分相手の到達時間も長くなっていくので、その分自分のゆとりにもなってくるから、まあ触れるための余裕ができたり、まあ他のことに頭をさっ咲く時間がね、できたりもするので、まあ、それが浅くなってはいけないから、まあそうですね。まあ、しっかりと深さを求めながら、しっかりと軌道を出していくような感覚ですね。まあ、立ち位置下げたり、高さを変える。他は何かありますか？まあ、大前提として、ボールに足が入れなかったら、触れないので、うん、もうボールに入ることをすごく一生懸命するっていうのが、棒に入ることを一生懸命する、まあ、棒に入ることを一生懸命するためにいろいろあると思うんですよね、はい、ここは、まあ、僕もよく思うのはやっぱ自分のゆとりが持てるスピードを理解しておくとかもね、はい、あこのくらい前のスピードのラリーだったらゆとりが持てるかなとか、うん、もし自分が相手に2秒ぐらいでボールを打ってたら2秒の間に自分が次ボールをどこでも取れる準備をしなくちゃいけないとかね、でこの段階で2秒で返してるのに自分が戻るのに 2.5 秒かかってたらもうゆとりがなくなって振り回されちゃうような、まずはバランスというかちゃんと戻るっていうのもすごく大事です。そうすると、ボールに対しても余裕を持って追いかけれる、はい、とこにもなってくると思うので、うん、まあ、その、まあ、最終的にはね、まあ、ボールに入らないと、そうですね、触れないので、はい、まあ、その、まあ、最初にやった立ち位置を下げるとか、
あとはラリーのスピードを落として自分がゆとりを作って、はい、まあ、今小島コーチと、まあ、いろいろなね手段はその時その時で違うので、まあ、自分自身がそのプレー中ミスが起きている時に、まあ、どんな感じでミスが起きているかなっていうところも、私たちゆとりがなかったのか、ゆとりはあるけどミスが起きているのかっていうところによってもね変わってくるので、まあ、ゆとりがなければ立ち位置を変えたり飛ばす時間を考える、あとは自分自身ゆとりがあってミスがあるんだったら少し軌道をちょっと出してミスを減らしていくような感覚をどこもねやってもらえるといいかなと思うので、まあ、この辺もねなかなか経験が浅い人だとすぐにその解決方法を見つけられなかったりもすると思うので、まあ、とりあえず何か違うアクションを起こしてみるっていう、でそれを実際やってみて、あ、これはちょっとうまくいったなとかっていうところで、それがまた違ってたらちょっと違う手段をまた今言ったようなところをねちょっと変えてみてやってもらえればいいかなと思うので、まあ、そんな感じがだいたいミスが多くなってきた時に変えていくことですかね。そうですね、うん、はい、まあ、ぜひ皆さんがちょっとミスが多くなってきたかなっていう時に、まあ、ちょっと参考にしてもらったり、まあ、あとはこれ僕もよく試合でやるんですけど、ゲーム最初スタートしますっていう時に最初からもうフルで行くっていうよりかは、僕も結構ちょっと立ち位置を下げてゆっくりめにしたりとか、まあ、リードとこもちょっと軌道最初の時点で上げてちょっとミスが少なくなるようなところから結構プレーをしていくような感覚もねあったりですね。最初からミスをしていくとなかなかなんか調子悪いなみたいな感じのとこもあるから、まあ、徐々にちょっと上げていく、まあ、下げているところから、あ、ちょっとうまく打てるような感覚に余裕があるなってなってきたらちょっと逆に前に入っていくっていう逆の考えもね持ってもらってもいいかなと思うし、まあ、それでまたミスが増えてきたらじゃあ逆に今度戻してみようかなとかっていうところもねぜひやってもらってもいいかなと思うので、はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、小島コーチありがとうございました。はい、今回の動画が良かったと思う方はぜひ高評価、またテニスに関する動画を様々アップしてますのでぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。